もうデビュー前から自分たちちょっと違うっていうのを思ってたんですよ。そのルーツがブリティッシュのオールドロックスタイルのロックだったりして、でそこにちょっと怖い日本語の歌詞を載せるっていうコンセプトでやったんで、そういうバンドは周りにいなかったんです。で、まあ、これは売れないだろうなってもうその時から思ってたんですよ、実は。はい、で僕たちは変拍子とかもやっぱりやるんで、音はちょっと複雑だし、ちょっとダークだし、歌詞難しいし、売れる要素はないっていう、分かりながらも分かって、でもこれがやりたいんだよなと思って、いろんな不特定多数の方が買っていただいてね、すごいありがたいと思ってるけど、ファースト売れましたね、割とね、ちゃんと売れました。心境の変化は何年か前にあったんですよ、俺の中で。芸術アートは何だろうとかいろいろこう思ったときがあって、例えば芸術っていうのはその根本的には普遍的であるべきだし、人間の苦しみとか悲しみとかそういうものを切り取りつつ、それをただ出すんじゃなくて、そこからどうすれば明るくなれるかっていうことを自分なりの言葉で言うっていうのかな、一つの救いを見せてあげるものなのかもしれないとか、ね、自分への問いかけからでしたね。自分がやっぱり苦しかったから、まあ、まず何よりも自分が救われないと他人は救えるはずがないし、いいこと言ってもね、浅いんですよ、その自分が 何か掴んでない感じ、自分で苦しんで苦しんで自分のなりの回答が見つかったもんでね、予定表を持ったんですね。それは多分その読解力を強いるものが強ければ多分そうなるんでしょうね。自分たちの弱点はそこだと思ってますよ。で、例えば歌詞難しいなと自分でも思うんです。でも、ね、この歌詞をあまりに分かりやすくするとなんかつまんなくなるなと思って、あんまりね、そこはギリギリのところでし、あまりに分かりやすくはしないようにしてるんですよ。なんと言いますか、でもそれはそれでサブカルチャーだからいいと思ってるんですけどね。そこは分からない。それが分かってればもっと売れてるかもしれないし、僕ら、はい、そうですね。まずデビューの時から思ってた方は、普通の格好はしたくないと思ってて、普通の格好っていうのはいわゆるロックの格好、あと T シャツにジーパンもやめよう、非日常を表せないと思ったんですよ。で、そういうのがあったんで、鈴木くんはネズミ男の格好をしたりとか、はい、で僕は最初サムエとか着てたんですけど、そういう、まあ、普段着ない格好でまずやろうっていうのをやってて、でその後いろいろ試行錯誤もありつつの、僕は なぜか宇宙人の格好をした時期もあったんですけど、それちょっとやりすぎたというか瞑想してたなと思うんですけど、それで鈴木くんはなんか鈴木くんなりにやっぱり苦しんでた時期もあって、ね、おそらくね、でだから髪の毛も剃ったんですよ、だから、ね、頭髪だったんだけど剃って坊さんの格好をしだして、で僕もそのあたりから変な格好だとしてもやっぱ近寄りやすい、変な格好っていうかさ、歩み寄りやすいで、なんかやっぱ和服好きっていうか、日本人の清掃をしようと思ったんだよね。で和服を着るようになりました。